過去に存在したマイカルの店舗では、マイカルによって運営されていた店舗について記述する。本校では主に、サティとして展開していた店舗について述べる。2011年3月1日、営業中であったサティは、全国91店舗が全店で、店舗ブランドをイオンへ転換し、残る広島サティは2011年7月18日に、閉店した。東北エリアの店舗は、 店舗ブランドがイオンへ変更された後、2020年3月1日に運営がイオン東北へ移管された。岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、山梨県、長野県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、香川県。 愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、鹿児島県すべて、旧マイカル北海道が運営していた。このコでは、ポスフールに解消する前の閉鎖店舗について述べる。マイカル東北の運営店舗のうち、有料店舗7店は2001年9月1日付で、マイカル本体に移管。直後に、グループは破綻。残りの店舗のうち、イオングループの店舗と隣接していた、横手さてを除き、 不採算店舗としてすべて閉鎖し、その後会社生産となった。岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、閉店した店舗は、存在しない。東京都、神奈川県、新潟県と山県、石川県、閉店した店舗は、存在しない。福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 天ヶ崎ビブレの店舗面積約4998平方メートル。天ヶ崎先時代には食品の取り扱いがなかったため、従業員の名札、看板は青色だった。奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県は旧マイカル九州時代の閉鎖店舗福岡県。 長崎県、熊本県、大分県、宮崎県このほか、沖縄県の那覇新都新地区おもろ町4丁目の大型店舗計画で先として大英、ジャスコと共に入札したが大英に敗れた。その大英も経営が苦しくなり出店断念、再入札で三栄が取得し、現在は三栄那覇メインプレイスとなる。なお、マイカルと大英は両方とも4に買収されている。 1970年9月1日以降、株式会社日営発足直後から存在した店舗を記載する。当初は100から400平方メートル程度の医療品、専門小型店が多く、その多くはスクラップビルドの対象になった。出店は各年度に発刊された日本スーパーマーケット年間による。ありがとうございます。